阪神、不運の雨。午前11時40分、悪天候のため中止が発表された。甲子園球場がある兵庫県西宮市は午前中から弱い雨が降り続いた。内野には全面シートが敷かれていたが、天候の回復が見込めないため水入りとなった。リーグトップの8勝をマークしている才木の登板が流れたことは、チームにとっても不運だ。今季、才木の登板試合は雨との戦いだった。4月21日の中日戦では、降りしきる雨の中で岡田監督が、才木が投げたい、言うからと強行開催して、7回コールドながら完封勝利。5月21日ヤクルト戦でも、試合前から雨が降っていたが、6回5安打2失点と踏ん張り、勝利投手になっていた。阪神では、雨八木さん、大雨幸太郎に続く雨男ぶりに、ファンが、3代目雨男と呼ぶ声も。前日には、降水確率 90% の予報に、最悪っす、と漏らしていた才木。ただ、雨の中でもしっかり投げられるように対策をして、臨めればいいと、オモババを前向きに捉えていたが、願いは叶わなかった。今日は阪神戦以外全部ドームだから、他は雨天中止はないのか。二代目は大雨幸太郎さんですね。大雨幸太郎じゃなくて。あさって見に行くんで、中止にならないでほしい。しょうがないので、今日は中日とヤクルトを応援しよう。いろんな意味で、恵みの雨、リフレッシュしましょ。打撃陣は、室内練習場で特打ちしろや。ここまで獅子奮迅の活躍、一回飛ばしでいいんちゃうかな。オールスター休みもないやろうし、早めの夏休みで。とりあえず外野は森下、前川、豊田で回すべきかな。サードは、サトテル、これが一番守備安定するわ。まあ仕方ないですね。今一番勢いのある DeNA と五分なら上々、今日無理してやって、再起で負けたら大変ですからね。中止でよかったよ。どうせこの強国品打線では、K から点取れないし、負けずに済んでラッキー。チーム状態も悪かったし、良いんじゃない。連勝中とかやと、多少無理してもやるやろうけど。タイガースも阪神園芸も一休み。才木投手は日曜日の男でいてほしい。気分よく月曜日を迎えたいから。むしろ恵みの雨じゃないですか。才木は一息入れてもらった方がいいよ。良いピッチング続けてたけど、休みなしだったからね。